どうもこんにちは、こんばんは、白王子ゆうやです。モンパにガチャやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、モンパになんですけども、前回の動画からですね、少し、進めさせていただきまして、まずですね、この研修バトル、まあ、チュートリアルみたいなものなんですけども、この研修バトルをですね、一旦、すべて、終わらせてまいりました。で、この研修バトル終わってですね、こちらのクラスバトルというものが開放されまして、クラスバトルのチュートリアル、ですね、レッドリドラとの、対戦のみ、終わらしたという、状態でございまして、こちらのクラスがですねビギナー星2という、クラスに、上がることができました。こちらのビギナー星2からはですねこちらの以下のキャラが、追加ということで、ビギナー星1に関しては、このようなねキャラクターなんですけども、星2になるにつれてね、どんどん上がっていくことによって、キャラクターが追加されていきますよという感じでございますね。なので一番最後のこのドリーム星5に関しては、このようにね、アーサーとかがいたりとかで、まあ、本当にどんどんね、ランクを上げてクラスを上げていって、キャラクターを、ゲットしていこうという感じでございますので、とりあえずですね今回は、こちらのビギナーガチャ星2をですね、皆さんと動画を通して引いていけたらなと、思います。で、今回こちらのビギナーガチャ星2のですね、提供割合見ていくと、バルキリーが 4%、アヌビスが 4% ということで、ビギナー星2注目キャラが 8% の確率、で、ビギナー星1キャラが 80%、そして、その他ビギナー星2キャラが 12% という割合となっております。なので、とりあえず、このビギナーガチャどれくらい回せるかなというところで、まあ、40連ぐらいか、今のゴールドで言うと、あと少し集めれば50連っていうとこだったんですが、まあそうですね、基本的にはこのスターガチャを、まあ、引いた方がいいんじゃないかなというとこなんですけど、この企業ランクっていうのが、まあ新しいね、キャラクターをゲットするたびに上がっていくので、まあ今回この企業ランクを上げたいっていうところでビギナーガチャを、引いていきたいなと思います。で、注目キャラちょっと2キャラ見ていきましょう。まずはバルキリーですね。こんな感じでございます。はい。ストライクショットが必ず2の目を出すということでございまして、防衛マップがこのような感じと、なっております。バルキリーもね、可愛いですね。アスガルドの薬剤師ということでね、ぜひともね、女の子を惚れさせてくれる惚れ薬とか作って、買い取りたりですね。何を言ってんだ、この社長はって感じですが、バルキリーのちょっと聞いていきましょう、ストライクショット。とっておきの薬を処方しましょう。はい、こんな感じでございます。そしてもう一人、アヌビスですね。で、実はアヌビス、多分チュートリアルのガチャで、単発で私引くことができたんですけど、このアヌビスではない別のイラストのアヌビスになりますね。はい。なんかあれです、探検家みたいな、なんかインディ・ジョーンズとかに出てきそうなね、アヌビスですが、可愛らしいですね。ストライクショットが一旦無敵状態になるという、ストライクショットでございます。防衛マップ、このような感じでございます。はい、ではストライクショット聞いていきましょう。飽くなき探求心が俺を突き動かすんだ。はい、こんな感じでございますね。なのでとりあえずこのアヌビスと、バルキリー、まあこちらの2体が出てくれればなーなんて、思っておりますね。はい、では早速でございますが、ビギナーガチャ星2、10連ガチャやっていきたいと思います。とりあえずね持ってないキャラクター欲しいので、持ってないキャラがね、出てくれることを祈りましょう。では行きましょう。いきます。私のガチャの願掛けはこちらでございます。いきましょう、エクスプロージョン、行ってこい。さあ、企業ランクをねやっぱねどんどん上げていきたいなーってとこがあるので、お、いいですね、グリーンリドラー、かわいい。まだ持ってなかったですからね、持ってないキャラがどんどん、出ていただけたらなと思いますね。はい、ビギナーガチャ引くのは今回が初めてでございますね。前回の動画ではスターガチャを引かせていただきましたので、オリガちゃん、いいですね。氷のウェイトレスってなんか店中めちゃくちゃさ寒そうやけどね。トニー緑川、いいね。なんか匠の技術というかね、なんかいい家を作ってくれそうな感じでございますが、いいですね、いいですね。やっぱ初回のねビギナーガチャということで新キャラがだいぶ獲得できてますね。素晴らしい、素晴らしい。この調子で全員新キャラっていう感じで終わりたいところですね。まあ、新キャラというかね、ちょっとかぶってきたら、まあ、ビギナーガチャはね次のクラスに上げて、また引くっていう感じのがいいのかなとは、思いますね。うん、グリーンリドラかぶっちゃいましたね。
さあ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 、さすがに10連ではそんなに被らなそうですかね。グリーンリドラぐらいかな、今のところは被ってるのは。皆さん覚悟を決めましたか？いい感じです、いい感じです。素晴らしい素晴らしい。独眼竜ディーラー伊達雅人。はい、ということで、おお結構出るね。おお、ルシファーありがとうございます。ルシファーね、まあ、能力的にはあんまりその強くはないんですけど、でもね、普通にイラストがすごく可愛いので私としては欲しかったので、これはありがたいですね。はい、ということでグリーンリドラーが強化できるんですが、後でまとめてやっていきたいと思います。はい、まあ、とりあえず、ね、ルシファーの、ね、能力とか見ると結構やっぱ弱いんですよね。 HP が500、まあ、攻撃力が高いっていうところはあるんですが、やっぱりね、星1キャラだなという、ビギナー星1キャラだなという感じでございます。はい、とりあえず10連目以上でございます。では20連目やっていきましょう。20連目はこちらの願掛けで行くぞ。バックスプロージョン、さあ行け行け。社長、いい人連れてきましたよ。さあ、このビギナーガチャでは演出はどうなんだろうね。確定演出とかもあるのかなというところで、おー、ルシファーめっちゃ被るね。いいよいいよ、ルシファーはね強化したいので。クイーンバタフライ、クイーンバタもこれ持ってるかな。ちょっともうあれだね、結構被ってきたなというところで、狙ってるね、アヌビスが出てこないなというところではありますね。さあ来い。来ないね、なかなかね。まあ、確率としては 8% というところなので、ピックアップキャラはね、なかなか難しいところなのか。グレートゴールキーパーすごいね。こんなん誰も得点決められない、ないやんみたいな。手6本ありゃみたいな。さあ全然出てこないですが、とりあえずね、新キャラね、しっかり獲得できてるので、企業クラスっていうところはね、上がってってるんじゃないかなというところでございますね。オッケーオッケー、企業ランクか、企業クラスじゃないね。オッケー、企業ランクとりあえず8まで行きました。出ないね。バルキリーとね、アヌビスがちょっと欲しいなというところではあるんですが、ではちょっと30連目行きましょう。30連はね、無の境地で行きたいと思います。無の境地行ってこい。さあ、バルキリーアヌビス出てきてほしいなというところですが、まあ、そろそろね、結構被るキャラが多くなってきますかね。そうですね、結構被ってきたね。なかなかやっぱり難しいところかな。さあどうだ。私のテキーラー、テキーラー、ブンブン。いいですね、テキーラ、新キャラ獲得。さあどうだ。お、来ましたね、アヌビス。ありがとうございます。これレインボーなんだね。来ました、とりあえずアヌビス来ました、ありがとうございます。あとはバルキリーですが、どうでしょう。ここでまあバルキリー出てくれたらね、正直もうこのビギナーガチャ星には引かなくてもいいのかなというところで、どんどんね、クラスを上げていけたらなとは思うんですが、まあ一応ね、動画ということで今回はこちらのビギナーガチャ星2を引かせていただいてるんですけど、まあ今後はね、もっとね、ランク、上げていって、引いていけたらなと思っておりますので、とりあえず今回はね、試しにビギナーガチャを初めて引いてみようというところで、引かせていただいております。ということで、アヌビス無事にゲットすることができました。ありがとうございます。かわいいアヌビス。はい、ということで、まあじゃあこれぐらいにしようかな。私もね、そんなにビギナーガチャで、ちょっとコインを使うっていうところはなんかもったいない気がしてるので、とりあえずね、期間中9月13日まで、こちらのスターガチャがありますので、まあスターガチャをね、また後日、動画でちょっと出していけたらなと思っておりますので、皆さんぜひともね、今後もお付き合いよろしくお願いいたします。はい、なので、まあビギナーガチャに関してはとりあえず自分が上げられる、まあクラスまだ上げてまとめて一気に引くっていうのが、多分キャラはあんまり被らないのかなとは思いますね。なのでとりあえずはね、できるだけこちらのクラスっていうところを上げていって、キャラクターをね増やしていってっていう感じの方が、まあ多分効率よく、キャラクターは集まるんじゃないかなと思います。まあ私はちょっとね、今回も動画ということでビギナーガチャ引かせていただいたんですけども、あとはね、ちょっとまとめてビギナーガチャに関しては、クラス一気に上げて、引かせていただければなと思います。はい、ということで、皆さんのね、ぜひこちらのスターガチャ、キャラクター、このキャラクターで始めましたよというかね、そういった情報とかもあればコメントで教えていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。まだね、前回の動画見てない方とかいらっしゃったら、こちらのスターガチャの動画引いておりますので、ぜひともご視聴いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、皆さん本日もご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ初見で来ていただいた方はチャンネル登録、いつも来ていただいている方は高評価、コメント、どしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
概要欄に私のツイッターのリンク、ミラティブというね、配信アプリで、こちらのモンパニのマルチとかも皆さんとやっていけたらなと思っておりますので、ぜひとも概要欄の、ご覧いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。ということで皆さん本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回のモンパニ動画でお会いしましょう。またな。お疲れ様でした。ありがとうございました。